ヤマト、ユータ、青木。自分のことをサバサバ系っていう女はなかなか幸せになれない、ユーマ。カオスです。今日は何だい？今日はアムギリだい。昨日アムギリ君にね、深夜電話をしたわけですよ。明日集合時間をね、ちょっと決めようかなと思ってアムギリ君に電話をしたところ、午前中の集合だったら編集が間に合わない。昨日一日中撮影してましたから、もちろんあの編集が間に合わないのは当たり前なんですけど、アムギリ君が家にいても撮れる企画みたいなもんないかってアムギリ君に聞いたとこ、俺らをパシリたいみたいな。お、よく俺がやってることだな。よくも今までパシってくれたな。ああ。じゃあもうここはアムギリ君によろしく。お、客説明できないんで、まずはタイトルコールからいかせて。あ、いいじゃん、いいじゃん。本日の企画、美文字パシリ対決。すごい。こちらの企画はですね、以前やりました美文字で集合場所を伝えるっていう動画の第2弾ということで。おお、なるほど。ルールは至って簡単。ルールは至ってシンプルじゃね。なあなあなあ、言ったなあ。そのゲームマスター感くすぐらい。ルールは至ってシンプル。今から僕が3つの指令を出します。その3つの指令を絵文字で書きます。その3つの指令をみんなにお届けします。笑ってんだよ。緊張してる。すごい緊張してる。3つの指令があるんですけども、1つ指令をクリアするともう1つまた指令が新たに出されます。なるほど。最終的に3つの指令を早くクリアした方の勝ちとなります。お、チーム戦ですか。じゃあこれは、うん、そうです。こちらルール、私が勝手に決めてくる。ルールお前勝手にルールは決めていいんだよ。それあっちゃうから。こちらチーム、私が勝手に決めてきました。おえ、マジで。チームヒゲ、ヤマト、ユーマ。お、無理ないっすか。でもヒゲ剃ったんですよ昨日。あれ解散です。でもあるわ。もう生えてきてる。ユーマとの車移動ずっとなんか恋バナなんだもん。チーム人気急上昇、ユータ、ユーチーム。あ、そうだよ。ここ分けるべきじゃないですか。人気関係ない。頭脳や。大学組と。あ、そう。あ、本当だ。お前らここ上げたらお前聞いてもらっちゃうぞ。なんでアムギはそっち側なんだ。ということで今回私が車を2台用意させてもらったので、今回車で移動して各々行ってもらいます。お前車用意したの。車用意したの。車用意したんだ。いや、テラスハウスだけだよ。そんなことして台本は一切ないです。めっちゃすごいやん。各チーム意気込みを。チームヒゲ、ミッション1、ミッション2クリアしたら平日の30ぐらいあげようかな。こっちクライマーなんで。弱虫ペダルしか読んでないよ。ケーデンス上げてね、ダメそうになったら PCP ぐらい。高校人気急上昇。なるほどな。田所で行くって言ったらいい。田所、鳴子ペアで行く。じゃあそんな感じでやっていこうよ。え、お前家にいるんじゃん。あ、僕は今から帰ります。それではこれより第1回真実のエモジンゴネイを始めさせていただきます。陽選手、車に乗りたまえ。はい、はい、それではやっていきましょう。ゲームスタート。はい、ということでこちらチームヒゲです。おぎりくんの不思議な感じで指令が来たらもう終わりですから。確かに。はーい。他の3人は頭が悪いんで今回は勝てるのかなって。はい、ということでただいまということで僕が今から送っていこうと思います。第一の指令はこちら。これを送っていきます。頑張って。あ、来た来た来た。指令1、買い物。ベイビー、手、じゃがいも、パン。むずいな。じゃあマジでわかんねえ。あ、来ましたよ。え、インコじゃね。ポークピッツだろ。ポークピッツくさいな。あっちゃんこういう時やるからね。やらかすからね。赤ちゃんパンマン。何？ソーセージだ。子供は食べないけど。マックじゃね？でも赤ちゃん5ってなんだ俺。子供か。あ、ハッピーセットじゃね？おお。よっしゃ、行こう。5って何？ハッピーセット5個とかだ。そんなわけねえだろ。なんかダメみたいな感じですけど。さっきアムギリ君言い忘れてたんですけど、これ指令が出されて買いに行ってからじゃないとそれが正解か不正解かを確認しちゃいけないっていう、結構過酷だよね。正解か不正解か分からないまま目的地に向かってるっていう状況ですね。動きながらちょっと探してみる。多分ドンキだろ絶対。コンビニにも売ってたらロスじゃね。確かに。ソーセージパンとか買ってみる。あいつバカだから。まっちゃんそういうね。ポケモンパンとか。おう、一回ポケモンパン買って電話するってのもありっちゃいだけど。あり。そういうヒントって聞けんのかな。いや、どうなんだ。ラムギーさんのテンションで子供が好きな手で食べるパンで、鳥が多分ポケモンポッポみたいな感じで、あのソーセージみたいな感じ。あ、きつくない？ごめん。あ、本当になんだろう。マジでわからん。ポケモンパン買ってくるわ。あ、いい。じゃあポケモンパンね。俺らも次行こう。ハッピーセットを一つ。図鑑で着いた。じゃあ、アムギリ君に電話していきましょう。もしもし。買ってまいりました。あら、早いっすね。早い？あれ？第一の指令は、ハッピーセットですか？ベベー！くっそー！残念でしたー！じゃあ、アムギリお前むずすぎるて。ヒントちょうだい、ヒント。コンビニです。あー！赤ちゃん5ってなんだよー！クソゲームマスターめ。不安になっていきますが、もうちょい待っていきましょう。とりあえず飯食おう。飯食って考える。あいつらに電話かけてみるか。敵に塩を送るか。まるでハリーポッターのトライウィザードトーナメントみたいな。どこいんの今。ドンキホーテで。俺はもう買って外したから。外したんだ、クソだね。ごめんな。
せっかく教えてやろうと思ったのやほー。ドンキホーテでもワンチャンあるかもしれなくて怖えな。もしもし、あのさ、ちょっと何で外したかちょっと教えてもらっていい？いや、教えないでしょ。かわいい。あった、あった。ゆうさん、何ですかそれ。いや、言わないでしょ。教えてください。あれしか言うんだよ。セドリック・ディゴリとハリー・ポッターみたいに恐竜。ああ、わかった。赤ちゃんはダメ。パンの中にソーセージってさ、あっちゃんが大好きなさ、辛いウインナーが入ってるやつじゃん。いや、わかんないけど、多分そんな気がする。コンビニって言ってたから。ポケモンパン買ってくるわ。フォークビッツ。アミリさん、お疲れ様です。お疲れ様です。結構難しかった。はい、第一の試練として出したのは、ポークピッツ。どこのですか？どこの？いや、じゃあ普通の。どんな、なんなの？何？じゃあ正解なんなの？正解は言えないですよ。そうか、どういうやつなの？コンビニですね。わかんないんだけど。その読み方はさ、なんか繋げていく感じなのかな？英語っぽい感じで。多分やっちゃってる可能性もあるかもしれない。あ、じゃあまずいよ。またかけまーす。コンボイル。これさ、アホ丸出しだね。何でも言うやん。何でも言うね。あ、ミニ？手作りミニコロッケみたいなこと？赤ちゃん、ベイビー。ベビースターラーメン。え、どういうこと？なんで？ベイビー。スター五角。ラーメン。どこがラーメン？コンビニってあえて言ったってことはさ、しかも多分セブンで考えるよ。どっちでこんなつまずく？マジでミスったくさいね、あの入り。ジューシー粗挽きウインナー。これじゃなかったらマジわかんない。もしもし。あなたの買ってきてほしい商品はこちら。ジューシー粗挽きウインナーですか？お、え、どこのですか？どこのですか？コンビニのですよ。ミニストップです。おー、正解。おー、じゃあ、なんでなんでなんで？子供って。ミニがストップする。あー、ラッキー。たまたまやー。パン、インコ、ウインナー。パンの中にウインナーのインをインコで表したの。マジで意味わかんない。こいつほんとクソだね。お前ボロボロだぞ今。ボロボロ。お前今炭治郎かまった品津川ぐらいボロボロだからな。これからヒゲチームに第二の指令を送ると思います。あー、よし。ユーマの弟が弟です。アメリカンドッグ可能性あるし、だって全然。あ、パンとソーセージでしょ。アメリカンドッグっぽいね、マジで。アメリカンドッグ買ってきました。あ、もしもし。お疲れ様です。ヒントありがとうございました。ようやくたどり着けました。おろろ。僕たちが買ったものはアメリカンドッグ。どこですか？セブンイレブンです。ファミマ行け、ファミマ。店まで指定される。ちなみにアメリカンドッグも違います。ヤマトってまだクリアしてない？クリアしました。全然。パン、イン、ウインナー。ウインナーパンじゃない？ファミリーマン。この2つはベビー。見た目は小さい。小さい。小さいイコールリトルノミニ。ミニハンドミン。最初の絵文字2個は攻め。ミニストップだ。ありがとう、アムギリ。頑張れっていうヒント出しすぎた。怒られる。さっきから思ったんだけどさ、これパシリなわけじゃん。俺ら食ってんだよね。だって俺アメリカンドッグ聞きながら食ってダメ。食っちゃう食っちゃうみたいな。じゃあミニストップ。パン、インコウインナー。中に入ってるってみたいな。だとしたらインコのチョイスエグいけどね。パンの中にソーセージ入ってるパン買ってるんで。いや、あのね、ちょっと悩んじゃった。ジューシーアラビキウインナー。あ、まあぽいけどね。お疲れ様です。お疲れ。来ましたよ、ミニストップに。来たね。アムギリ君がパシりたい食品は粗挽きウインナーですか？正解です。なんでミニストップの必要があったの？店縛りもしたいなと思って。インコは何なの？イントゥーザみたいなことだよね。そうそうそう。あ、じゃあもう、まあ、そんな気もくない。だから向こう勝てんだよ。勝て、頭勝て。今の言葉でちょっと安心した。いいぞアムギリ、次のあれくれ。変な絵文字の送りにより、チームとも先を進めないのかなってちょっとヒヤヒヤしたけど、なんとかまぐれで突破してくれました。指令2はこちら。ちょっとこれ難しいかな。あ、来ました、指令2。5キロなんだこれ。5キロのダンベル。5キロの5キロを5キブルで表す。数字の5とかでいいやん。来た。マジで何これ。ゴキジェットじゃね。ゴキブリ関与してなかったらむずいよね。マグネットって逆なんじゃない。ほら、U ってこと。半袖力子、佐川かな。さっきのラム切りみたいな。一回見せ感がよ。マジわかんない。マジでわかんない。あっちゃんゴキネット。ほっ、ゴキマグネットだからゴキジェットじゃなくて。で、じゃあそんなんいらねえな。人が強い。小峠さんじゃない。外畜駆除の考えてんのもさ、大変だから休憩しよう。うん、一回休憩しようね。ミニストップ行ってくろ。ということで、ドンキホーテやってまいりました。拳アップみたいなのが多分筋力アップなのかな。Tシャツみたいなのはあったんだけど、Tシャツがピチピチになって意味なのかわかんないけど、磁石がやっぱちょっとダンベルっぽいのかなっていうところ。はい、ということで買ってきました。はい、アミリに電話しよう。は
お疲れ様です。ちゃんとゲームマスターっぽくやらなくていいの。チームヒゲ第2ステージ。ありがとうございます。ドンキホーテに来ています。あら、ドンキホーテが違います。一応聞きます。第2の買い物は5キロのダンベルですか。違います。うわヒント与えるならば拳関係ないです。絵文字の見た目。ゴキブリ別名テラフォーマー。ゴキ G 手前が店。そう、そうって言っちゃってるよ。あ、GU じゃないこれ。あ、GU だ。行くぞーユーマー。こいつらヒントもらいすぎじゃね。食べようよユータ。ユータ食べようよ。松尾さんが食べようよ。いただきます。ガツンとくるな。一番ガツンとくる。え、一番ガツンとくる。どんくらいガツンとくる。これね、リュウに対してのルカのボディアッパーやばい。うますぎて口の中が騒がしい。うまい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 。これ一番騒がしい。それどんぐらい騒がしい。あの、鉄夫が喧嘩し始めた時の周りぐらい。つえつえ。いやーけどさ、コーンがこじんまりしてない。一番こじんまりしてるわ。それどんくらいこじんまりしてる。おかわりくんのスイングぐらい。コンパクトに。コーンさ、クイックイじゃない。一番クイックしてる。どんぐらいクイックイしてんの。あの、元中日ドラゴンズの和田選手の構え。とりあえずドンキーに、まあドンキー向かいながら。これふざけすぎだあいつ。あっちチームに電話かけます。1クリアしました。だからダメんなカス。あ、2個目ね。最悪。簡単なとこ行ったら間違えちゃうってことだよね。あっちゃんのその脳内がぐちゃぐちゃ。まあだから僕たちはいわば敵じゃなくてチームになったってことですよ。本当になんかそんな匂いしてるけど全然こっちはそういう感じじゃないから、うん、ああそうなの。俺らは俺らよ。ここがゴキジェットなのよ。プロテインじゃん。半袖がやばい。夏というのじゃないんだけど、アメギリって音なのよ。ティカラコブって音。ゴキジェットじゃね。バカだから、あっちゃんワンチャンある。お疲れ様です。お疲れ様です。2個目だいぶ苦戦しました。ごめんなさい。アメギリ君がね、買ってきてほしいものはゴキジェットプロですか。なんで。じゃあおかしいでしょ。マグネットじゃないですか。矢印で。これ多分あっちゃん遊戯王好きだから融合って意味じゃん。作業着みたいな。力を使っていけみたいな。ゴキブリホイホイよりも強いやつだから。じゃあ何なんだ。ヒント、筋肉は関係ないです。なんで。じゃああるんだよそんな絵文字。絵文字の見方あるゴキブリを別名なんて言うっていう。プラフォーマーだ。もっと簡単に虫。 G だ、うん、GU だ。服一着。アブギリさんお疲れ様でした。じゃあまた。お疲れ様でした。これなんすかマジ。これマジわかんない。まあ白い T シャツ L サイズを買ってこいってことだったんで買っていきたいと思います。アムギリくん。えい。アムギリくんが欲しかったのは GU の L サイズの T シャツですか。うっさい。いやー勝ったよ。そうなんです。これこういう意味なんです。L は最終武器に入れさせていきます。拳で L サイズっていうのは無理だけど。これはひどいよ。目的地の店に着きました。バーン GU ハンスでアムヒリのね。お疲れ様です。おべー第二のお使い GU で服一着。あ、サイズは。サイズ L サイズですけど。正解です。おーぶねー。筋肉の絵文字の形です。危なー。次の絵文字送ってください。危なーこいつ。サイズはわかんねえ。焦る。あ、送られてきた。馬肉中競馬場中。また考えて思い浮かんだら回します。指令録来ました。指定の場所で写真を撮ってくる。これひどい。中田のババ。ババ馬馬四個じゃん。たかだがだがたかものたが。おーゆーすげえ。これ多分マジであっちもすぐ分かっちゃうからすぐ行かないと。やばい思いついちゃった。最初の1個がたか馬馬駅じゃん。唇4つどうしようかと思って、たかだのこの田んぼの田の中の口4つ。俺らをババまで行かせんの。結構俺はスムーズじゃね。これあずじゃねえ。やばいよ。やみーやみー。着いた。一回止めて写真撮って送ろう。俺は名推理よ。電話が来た。アムギリから。え、もしもし。何ですか。たった今数分前、相手のチームが勝利をつかんだことによりゲームを終了させていただきます。え、どうも、着きました。あ、どうも。はい、チーズ。これでアムギリに電話や。もしもし。クリアさせていただきます。3つ目、高田のママで写真を撮る。あー、よっしゃー。おお、ちゃんとわかりますね、高田は。え、勝ったこれ。勝者、ヒゲチーム。
なんで勝者ヒデチー、よいしょー、いやお疲れ様でした。楽しいですね。楽しかった。向こうのチームに電話していこうと思います。いや俺ら高野もついたんだけど正解です。うわ誰キモ。だって俺はもう車止めて調子乗ったら、写真撮って写真撮って言った。ほらでは失礼します。はい、僕たちはまあ負けたみたいですけど、うん、なんか別にそんな気分じゃないな、まあまあ、ある意味勝ちました気分で帰ろうか。部活とかね、いろいろ争ってみますが、本当そうですよ。自分が負けたって思わなきゃ負けじゃないですか。よく言うもんね、名言で。負けられたらそこで試合終了ですよ。負けられたらテンテレンテンパスコロスキースキキスキーステステパーでかすぎ。カーテン越しに差し込む光に眠たい目をこすらされる朝に目覚めの一杯はアイスコーヒー。